では ET のように自転車で空を飛ぶことができるのか、大阪東京650キロ上層のダービー ET チャレンジ5日目でございます。ただいま朝の7時半、今日は、こちら新富士からまずは沼津を目指します。そしていよいよ箱根峠を越えます。265線というので箱根をこう迂回していくルートもあったのですが、そちらはちょっと坂が少ないということで、最終的にこの企画は坂を駆け上るということで、上り慣れしといた方がいいだろうという判断で箱根を目指します。箱根を通るルートで小田原を目指します。5日目頑張ります。国道1号はバイパスで自転車通行不可なので、海沿いの道を走っております。さあ沼津市に入りました。非常に車の通りが多いです。さあ見えてまいりました、箱根の文字です。1号線に乗れば、箱根に着きます。さあ1号線に戻ってまいりました。こっから箱根までは20キロです。箱根峠を越えるまでにかなり走らなければなりません。さあ東京まで124キロ、いや近づいてきたぞこれ、かなり近づいてきた。そして三島市に入りました。箱根峠のお膝元です。ET チャレンジ5日目朝9時半、いよいよです。これより箱根路に入ります。ここに来るまでもかなり登ってきましたが、ここからが本番です。箱根の峠越えです。行くぞ。なんでツイッター見て。うわありがとう。いや一回向こう なんだっけ富士方面行ったんですけど、今来て、ツイッター見たら沼津行ってるって聞いたんで、ここ来るなと思って。あーほんま来たら一旦セミナーのところで行って、でここに。うわほんまありがとう。ここから大変っすよ。ここから大変、多分コンビニないと思います。富士これラストコンビニ、多分そうなると思います。この先あったっけな。なるほど。はい、5回。うわありがとう。うわありがとう。なんか20度近くあるみたいですから。マジで、なんかここから寒いかどうかが本当に一人なんですよ。ほんまに一人。名前なんての田中ひろき。ひろきくん、はい、ありがとう。わざわざじゃあね、バイバイ。でも見ます。あいや行ってきます。おそらくここはまだ民家とかもあるので、箱根峠の本気部分ではないのでしょう。箱根峠入って、20分ずっと登っております。本日気温が20度です。よりによってスタートから40分近くずっと上り坂です。こちらもあんなにちっちゃくなってます。いよいよ民家も少なくなってきました。あれ登るのかな、あれ。そやろ。誰びっくりした。あれ、うわー、ポカリスエット持ってきてくれた。うわー、ありがとうございます。なんでツイッターで見て、ツイッターで見てて、で
いや嬉しい。これまだまだこれ登り続きますか。まだまだ全然まだ軽い方じゃない。まだ全然結構登ってきましたよ僕。もうあと3分の2ぐらい。あと3分の2。まだまだ四本さん、じゃあまだ半分は全然行ってない。そうです。全然行ってない。いや頑張ろう。すみませんありがとうございます。これいやもらった。ツイッターを見たと言った人から、差し入れをいただきました。ポカリスエット。優しかった。今の映像を撮るために一回坂に登ってそして降りてカメラをセットして坂を降りて自転車に登るというカメラマンがいないのでこういうことをしております。大変です。